メールがですね、はい、早速届いておりましてですね、コートネーム受験生 B さんからいただきました。ありがとうございます。やっちゃんの声優さんをしてらっしゃるすみれちゃんは幼い頃から芸能活動していて芸歴がとても長いですが、年齢は村瀬さん石川さんよりも年下ですよね。一回り芸歴は先輩だけど年齢は下という点でコミュニケーションをどのように取っているのか教えてください。いやもう全然そんなもう芸歴とかは何にもです。なんか謙虚すぎなんかこう、うん、そういう経験、まあ僕も、うん、年齢低い、まあ子役じゃないですけど、はいはい、17からやってて割と年上の後輩っていうのがいたりして、なかなか難しいですよね。だからこうコミュニケーションのコツとかっていうのを教えてもらいたいなと思ってるんですけど。いやもう全然コツなんてないですよなんですかね、うん、もう、うん、本当に私の劇団ひまわりのちびっこたちをちょっとなんか先輩な感じでやるぐらいで、全然なんか現場に行ってしまったらもうやっぱりすごい尊敬する方々がたくさんいるので、なんかもう見習うところばかりです。なるほど、敬意を忘れないのがコツだね。じゃあ謙虚でね。あ、なるほど、やっぱりそこだよね。俺ね足りてないんじゃないかな。いや足りてるよ。いや石川海人で敬意と謙虚がなかったら誰がある。ここ関係大丈夫かな。あ、ここの関係はだってもう関係値できてるからさだってさ、話すたびに例えばさ、俺がさ、いや石川さんは最近の趣味なんですかとか言ってたらきつ、嫌でしょ。嫌だよね絶対。だからそういうのがあるのとないのはまた別だから。確かにね、そこは大丈夫だよ。そう、あ、そう、始まる前にさ、はい、俺ね、現場ではなんかこう諸星さんっていう風にやっぱ呼んじゃうんだよね。だけどこう普通のさ、なんていうの、学校の話とかそういうのをこの前したじゃん、はいはい、なんかそういう話するときやっぱすみれちゃんっていう風になんかこう、うん、年下感がさやっぱすごい出るからなんか呼べるんだけど、これどっちで呼べばいいってさっき言ったら、いやもうそうすみれちゃんでいいっていう風に言われたから、すみれちゃんで呼ぶ俺。いいの、いいでしょ。ちょっと難しい。彼はね、彼も相当、謙虚というか、敬意があまりに高すぎる人間だから。なるほどね。そうね。少しずつでいいと思うよ。すみれさんこれでも相当な先輩、そう。俺がね、なかなか女性のことを下の名前で呼ぶのは本当ないから。ていうか、男性でも基本上の、その名字で呼ぶから、ほとんどの人間を下の名前で呼ばないから、ね。難しい。ね、だからね。頑張ってる。相当頑張ってますよ、石川会長が。では、すみれさんと呼ばせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。